6.843mmSPC。6.843mmSPC、mm、弾。スペシャルパーパスカートリッジ。または 6.8mm レミントン SPC 弾。6.8mm レミントン SPC は、アメリカ特殊作戦軍、ソカウムを中心としたチームによって開発された新の消火器用弾薬。5.56X45mm ナトウ弾と7.62。 X51mm NATO 弾の中間に位置する性能を持ち 5.56mm NATO 弾を代替する目的で作られた。ベトナム戦争以降、アメリカ軍はその使用を強硬に主張し続けていた 7.62X51mm NATO 弾を使用する M14 よりも昇降傾向所属の223レミントンを使用する M16 の方が 効果的であるという結論に達した。そして、北、大西洋条約機構、NATO においてもこれを改良した 5.56X45mm、NATO 弾、SS109M855 へと代替していった。これは、ワルシャワ条約機構が、SKS カービン並びに AK-47 において 7.62EX39mm 弾を採用してから、 9年以上が経過してからのことであった。当時は冷戦真った中であり、各地で代理戦争が頻発していた時期である。その後、世界各国のアサルトライフルや分隊支援火器は 5.56mm 弾の使用を前提として開発されてきた。この弾丸は貫通力が高い割に打ちやすく、小さく軽かったために 7.62mm 弾よりも、 大量の弾薬を持ち運ぶことができた。これを正式化した NATO のみならず、ヨーロッパ各国や東、アジア圏の西側諸国よりの国家、日本や韓国、シンガポールなども M16 やミニミ、あるいは89式や K2 などの 5.56mm 弾を使用する重機を採用してきた。現在、M16 のライバルとも言える AK-47 の軽視である、 AK-100 にも輸出向けに 5.56mm 弾を使用するモデルがラインナップされている。しかし、湾岸戦争以降、あるいはそれ以前より特に不評戦闘に従事する陸軍や海兵隊の兵士から 5.56mm 弾に対する不満が噴出していた。5.56mm 弾の初速は早いものの弾頭が軽量であるために 遠距離の弾道性能に乏しく、精度を保てる距離はそれほど長くはなかった。加えて、着弾時の威力よりも貫通力を重視したため、相手が極度の興奮状態にある場合、頭部や心臓、脊椎などの急所を破壊できなければ、致命傷を与えられないとの声も上がった。例を挙げると、モガディッシュの戦闘において、ハッシュを服用して、極度の興奮状態に陥った敵、 その多くが民兵であったは、5.56mm 弾を数発撃ち込まれた程度では倒れず撃ち返してきたという。この戦いのドキュメンタリーであるブラックホークダウンの原作中でも、レンジャーの将兵が M16 と 5.56mm 弾を相手を殺すのではなく重傷を与えるための弾丸だと評している。死体は放置しておいていいが、負傷者は応急手当て。 暴走をせねばならない。だから、殺すよりも深手を負わせる方が、敵は帰って手間と人手を食う、という論理である。だが、敵が民兵や武装勢力、そして人命を重視しない、途上国正規軍である場合、負傷者も死体同様放置されることが多いため、この論理は必ずしも通じない。それどころか前日のように打ち倒したはずの負傷者が、打ち返してくることさえあった。 これに対して、アメリカ軍に敵対する勢力が装備することが多い、AK-47 の 7.62X39mm 弾は、口径が大きいことから形態に不便で、反動も強かったが、セミオートでの弾道性能は、比較的良好で、5.56mm 弾の届かない距離から正確ではないが攻撃することができた。また、大口径ならではの殺傷力は、 どこに当たっても、一頃で終わりと、実情以上に高く評価された。こうした状況で、兵士たちは、敵から露飼した AK-47 を使用したり、二級火器として、モスボールされていた M14 に、近代的な改造を施したライフルを持ち出してきた。他にも、軍では 5.56mm 弾の弾頭重量を、増やした MK262 モットレー。 一応 SPRMK12 用として支給したが、どれも根本的な解決には至らなかった。また、湾岸戦争やイラク戦争といった過酷な砂漠地帯での戦闘で射撃精度に優れるが、構造的にデリケートな M16 に対する評価が激減したこと、紫外線での不評の重要性が、稲が王にも増したこと、さらに、 ボディアーマーが急速に進化して 5.56mm 弾に対する十分な防御力を持ち始めたことを受けてアメリカ軍では 5.56mm 弾を代替する強力な弾薬とこれを使用する信頼性の高い銃器の開発が急務となった最初の計画は2002年頃から始まったとされるその時のチームは 5.56mm 弾の威力不足を実践で経験している特殊部隊の可視感、現役、体役含むによって構成されていた。これは、銃器会社や軍、造兵省が言ってきた消火器用弾薬開発の歴史では、まさに異例とも言える構成であった。その後、6.8mm 弾が形になると、薬莢のベースとなった、レミントンや、 弾薬の製造会社として知られるホーナディが生産設備を用意することになった。まず、開発される新型弾薬は 5.56mm 弾と近しいサイズであるのが望ましいとされた。可能な限り同じサイズの弾薬を使うことで、マガジンやベルトリンク、マグポーチといった現行の装備品の流用が可能となるだけでなく、M16 や M4 に小改造を施して使用できるなら、訓練を受ける兵士たちへの負担も減ると考えられたからだった。これらは最終的にコストの削減につながり、議会の承認も得やすくなる。そのため、新型弾薬のベースには、30レミントンが参考にされた。この弾薬は100年以上前に作られた旧式の狩猟弾だったが、 ケースの長さは 5.56mm 弾と非常に近しい寸法にあり、開発された新型弾薬の全長は 5.56mm 弾の 58.80mm に対して 57.40mm とわずかに短くなり、直径も 5.56mm 弾の 9.60mm に対して 10.7mm と許容範囲に収まった。このため新型弾薬は M16 で使われる、ナトー標準の30連マガジンに装填することが可能となった。ただし、相談数は25から28発に減る。威力の向上に関しては、弾頭重量と口径を増すと同時に、使用される無塩火薬を新しいものに変更した。これまでの弾薬に使われていた装薬は、薬莢内部への充填量を増やしすぎると圧力が、 不必要高まって、発砲時に破裂するのが常識だった。しかし、新型弾薬のために作られた装薬は、薬莢内にほぼ100%火薬を充填して、発射しても破裂や破損といった危険な事故が発生することはなく、その圧力のすべてを弾丸に伝えることが可能だった。チェンバー内の圧力も5 5 6ト、mm、ル弾の5万千ンプシーに対し、 5万5000プシー程度にしか上がらずに済むという結果が得られた。こうして開発された弾薬は 6.843mmSPC 弾、または 6.8mm レミントン SPC 弾として発表された。この新型弾薬は重工所速こそ低下したもののジュール換算にしておよそ30%の威力向上が果たされた。各国の銃器会社は この新型弾薬に適合する、厳密には適合するように改造するのが容易な、ライフルをアメリカ軍事期制式採用ライフルの候補として開発した。すでに民間では、レミントンはもちろん、ブッシュマスターアームズや、バレットファイヤーアームズ、DPMS パンサー、スタームルガーなどが自社製ライフル、レミントン M700 やスタームガーミニ14などや、AR-15、M16 の、 民間バージョンの 6.8mMSPC バージョンを発表している。6.843mmSPC 弾はしばしばイギリスのと対比される。これは1940年代後半にイギリスで設計された弾薬で NATO 標準弾の策定にあたって提出されたものの、より保守的な 7.62EX51mmNATO 弾を アメリカ陸軍が支持したために採用されなかったものであった。ただし、280グリティッシュが汎用性を重視して139グレイン9グラムの弾頭を採用しているの対し、6 8 4 3ト、mm、ル s p c 弾では、小銃弾薬としての性格を重視して120グレイン7.78グラムの弾頭が採用されている。 この弾丸はほとんどあらゆる点で 5.56mm 弾をしのぐ性能を有しているが、現在に至るまで各国でこれを採用しようという動きはない。現在までに開発されている多くの新型ライフル、FN スカー、H&KXM8、H&KHK416、ブッシュマスター ACR などは 5.56mm 弾を使用しながら、 ごく単純なパーツの交換で6.8メートル MSPC 弾にも対応可能な設計にしているが実際に6.8メートル MSPC 弾仕様へと改造されたライフルが採用されたことはない。無論性能面での不安もある。特に威力が増すということは反動も強くなるので5.56ミ、mm、リメートル弾の扱いに慣れた決して精鋭とは言えない兵士にとって 新しい弾薬への転換は、それなりに負担となる。また、M16 や M4 のパーツ交換だけで6.8メートル MSPC 弾が使えるという最大の売りも、M16 や M4 それ自体の信頼性の低さから、結局、ライフルそのものを更新するべきという意見が品質した、結果意味がなくなったと言える。だが、これらの問題より、ずっと懸念されているのは、政治。 金銭的なリスクである。仮に、新しい弾薬と消火器が採用された場合、これまで大量生産、備蓄してきた 5.56mm 弾はすべて廃棄しなければならず、それらは単に廃棄するにはあまりにも膨大な量になる。また、すべての弾薬製造施設も、軍用、民間を問わず、ジグ、機械部品をすべて更新しなければならな,らなり、 それが完了するまで 5.56mm 弾と 6.8mMSPC 弾の双方の生産、供給に支障が出ることも予測される。さらに M16 や M4、M249 は多数のパーツを流用できると言っても、交換された分のパーツは結局廃棄するしかなくなるし、前述した通りライフルそのものの更新が求められれば、かかる予算はより大きくなる。 さらにこれらをクリアしたとしても、アメリカ軍の立場としては NATO での共通正式化を求めざるを得ず、加盟各国のすべてが必ず賛成するとも限らない。そして 6.8mm 弾及び、それを使用する銃の生産、備蓄、配備、転換訓練が軌道に乗るまでは当然、アメリカ軍は不評戦力の実戦投入を制限せざるを得ず、 戦略面への悪影響もある。そこまで多大なリスクに対して、肝心の威力向上が、ジュール換算で30%程度では、ハイリスク、ハイコストにして、ローリターンでしかない。5.56mm 弾用の、対人殺傷能力を増した、診断等 M855A1 や工具等の、広角照準器の普及により不満が減ってきたのも、手伝って、 威力不足ではなく単純に急所を外していた可能性も指摘されつつある。結果としてアメリカ軍も6.8メートル MSPC 弾の請求な採用は見送っている状態である。今後もしばらくは5.56ミ、mm、リメートル弾と7.62ミ、mm、リメートル弾の併用が続いていくと思われる。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。